ニーミルの泉とやらはこの地を抜けた先か。急ぎ軍を進めるとしよう。証拠りもなく私の邪魔をしに来たか。この先へは進ません。一歩も動くな。砕け散れ。力だ。我が神通力味わえ。消し飛んでいい。それ消せ。今日はもう勘弁してやる。オーディン様のもとへは行かせん。受けてみよう。なんと圧倒的な力だ。神の力を示す。この地にまで踏み込んでくる。自ら滅びを早めるような。お主のような大器旋回にも見当たらんわい。我らの力を示すのだ。力はこれだ。そうか、奴も近づいてきているのだ。そんな功で満足してもらっては困るな。貴公に対する私の期待ははるかに高い。一歩も動くな。砕け散れ。私は滅び、またまみえよ。好きなだけあがくも、だが滅びの運命からは逃れない。ダメだよ。そんな、何事もなかったかのように復活するなんて。お主のような大器旋回にも見当たらんわい。気配が近づいている。間もなく。無駄よ。間もなくこの世界を滅ぶ。我が望みが成就するのと引き換えない。俺の力思い知れ。オーブン、やはりまた姿を現した。魂を滅ぼさぬ限り倒れぬぞ。不愉快なやつや。不愉快でも戦うより他あるまい。この先へ進むためにも。あれ、皆さんお揃いで。これならオロチ様もきっと満足してくれるわ。ちょうどいい。ここの始末はあの者たちに任せるとしよう。我が前にひれ伏した。どうやらオーディンは去ったようだな。早々に妖魔軍を退け、この地を抜けるとしよう。改めて褒めるも面早いな。妖魔があんなにたくさん。ここは私に行かせてください。未来を信じて戦えば道は開けます。皆さん
気を震え起こしてください。妖魔どもに罠愛の力を注ぎ込んでくれよ。さあ行ってよ、やつらを粉砕せ。竜の風。清盛め、妖魔どもを強化したようだ。実の元を断ちたいところだが。決勝。そんな顔で満足してもらっては困るな。貴公に対する私の期待ははるかに高い。こんな奴らに敗れるわけには。さっさと手を貸せ。はい。弱者相手に何を手こずっている。どけ、俺が叩き潰してやる。いいか、腰抜けども、この俺に続け。敵の倒し方を教えてやる。我が輩がオロチ様の露払いに過ぎる。刹那の勝利に酔うておる。これで術の効果が消えたはずだ。残った妖魔どもを殲滅するぞ。見事じゃ。お主のような大器旋回にも見当たらんわい。俺も遊んであげようじゃないの。ルッキー。孫悟空の分身か。猿の一つ覚えではあるが厄介だな。俺が行こう。心眼を見抜けば早急に型をつけられるはずだ。決勝だ。俺の他にも戦士と呼べる奴がいたか。共に敵を血祭りに上げてやろう。手を貸せ。さすが鮮やかなものだな。敵にも目を奪われた。これほどの手だれと出会えようとはな。見切った。猿の本体は遊ぶな。俺と遊んでくれんのかい。ウケ。俺が本物大当たり。なんでバレたの。仕事柄心眼を見極める眼力は鍛えているのでな。愛者だった。俺は帰るぜ。あとよろしく。守備は上々。残る敵を討滅せん。あなたがいれば私たちは負けない。そう信じています。滅びを欲する我を倒せずして、生に勝ち得たオーディンを倒すことはできぬ。強者たちよ、我を超えてゆけ。わしと共に来ないか。はい。次は負けぬぞ。なんと無様な調子好きよって。シーゼン、あがくがいとうとう現れたか、オロチよ。ここがお前の選んだ終幕の地というわけだな。動くな。貴様は俺が倒す。見事じゃ。一歩も動くな。お主のような大器旋回にも見当たらんわい。撃ち取った。オーディンの精への執着、それが破滅を呼ぶ力となる。
満ちている。この地こそ我が滅びにふさわしい。待ちわびたぞ強者よ、我に挑め。足りぬ、まだ足りぬぞ。この程度で我は滅びはせぬ。これで終わるか。オロチよ、ついに自らの望む永遠の滅びを得たか。戦界にて犯したその罪もまた今ここに葬ろう。今度こそ安らかに眠るがいい。さらばだオロチ、その安らぎの時が常しえに妨げられぬことを祈る。最後は我らで見送ってやれてよかったかもしれんな。ああ、もう終わっちゃった。まだ全然遊び足りないのに。ってことで次はこっちで遊ばせてもらおうかな。ダッキー、これは何の冗談だ。飛行らもオロチと共に滅びたのではなかったのか。そんなわけないでしょ。私たちまで滅びちゃったら一体誰がオロチ様を復活させるっていうの。呆れたな。お前たちまだ諦めていないのか。無論よ、オロチ様は必ずや復活される。だがそれはまだ先の話。ひとまず今はケイラと敵対する理由はない。そもそも俺たちヨーマはオロチ様の配下であってオーディンの配下ではないからな。意味もなく奴にこき使われ続けるのはごめんだ。ケイン、実は俺前からオーディンと戦ってみたいと思ってたんだよね。強そうだし絶対面白いじゃない。とにかくまたオロチ様を復活させるためにもオーディンに世界を滅ぼされちゃ困るの。だからあんたたちの味方になってあげる。ようわからんけど、ダッキちゃんが行くならうちも行くで。まあいいんじゃないか。だいぶ悪の強そうなやつばかりだが、とりあえず戦力にはなりそうだからな。ええ、仲間が増えるのは素晴らしいことです。皆さんよろしくお願いします。うまく進んでいるようだな。ひとまずオロチは撃てた。だがオーディンは未だ健在。そればかりか、何度倒しても蘇ってきてしまう。このまま闇雲にオーディンと戦ったとてこちらが消耗するだけだ。何か手を講じねばなるまい。案ずるな英雄たちよ。先に倒したオロチの力を皆の腕輪に封じ込めた。その滅びの力を使えばオーディンとて無事ではいられまい。力を削ぎ弱らせることができるであろう。だがたとえ弱らせたとて魂が健在ならば奴は蘇るのだろう。それでは単なる時間稼ぎでしか。なるほど、まさに時間稼ぎをするのだな。ハデスが魂の場所を突き止めるまでの。そういうことだ。お前たちがオーディンと戦って引きつけている間に
俺はこっそり先行し、ミーミルの泉へと近づく。おそらく奴の魂は泉の周辺に隠されているはず。できる限り早くその場所を突き止めて、お前たちに知らせるよ。本当に危険な役目だけど、ハデス、あなたなら大丈夫だって信じてるわ。でもくれぐれも無茶はしちゃダメよ。わかってるって。それじゃ俺は先に行く。お互いに最善を尽くすとしようぜ。ハデス。ガイアよ、案ずるな。ハデスならば必ずやり遂げよう。わしらはわしらのなすべきことに集中せねば。そうね、あの子が魂のありかを突き止めるまで私たちでオーディンを食い止めなくちゃ。さあ行くわよ。オーディンの野望を終わらせて、私たちみんなの世界を守るために。様のいない世界って退屈。何にもやる気出ない。とは申せ、再びオロチ様を復活させるならばオーディンを亡き者にしておかねばなるまいぞ。そんなこと言われなくても分かってるわよ。だけど私の心にぽっかり開いた穴はそう簡単には埋まらない。敵襲、皆の者、出会え出会え、出陣だ。ちょっと、せっかく人が感傷に浸ってるっていうのに、何なのよあの騒々しいお子ちゃまは。